はい、皆さんこんにちは。今日も日本語の勉強をしていきましょう。今日使う単語は次の通りです。今年、妹、季節、花、一番、全部、歯医者、早く、痛い、住所。はい、それでは今日も始めていきましょう。あなたはいつアメリカに行きましたか？私は今年アメリカへ行きました。あなたはいつアメリカに行きましたか？私は今年アメリカへ行きました。あなたの妹は何歳ですか？妹は4歳です。あなたの妹は何歳ですか？妹は4歳です。あなたはどの季節が好きですか？私は秋が好きです。あなたはどの季節が好きですか？私は秋が好きです。あなたのお母さんは何が好きですか？私の母は花が好きです。あなたのお母さんは何が好きですか？私の母は花が好きです。どのレストランが一番安いですか？交番の横のレストランが一番安いです。どのレストランが一番安いですか？交番の横のレストランが一番安いです。この本は全部でいくらですか？それは全部で980円です。この本は全部でいくらですか？それは全部で980円です。昨日はどこに行きましたか？昨日は歯医者に行きました。昨日はどこに行きましたか？昨日は歯医者に行きました。今夜は早く寝た方がいいですよ。わかりました。そうします。今夜は早く寝た方がいいですよ。わかりました。そうします。頭が痛いですか？はい。多分風邪だと思います。頭が痛いですか？
はい、多分風だと思います。あなたの住所を書いてください。どこに書けばいいですか？あなたの住所を書いてください。どこに書けばいいですか？最後まで見てくれてありがとうございます。これからも一緒に勉強してくれる人はぜひチャンネル登録してくださいね。ではまた。